ユーロコプター X3 ユーロコプター X3 ユーロコプター X3 はエアバスヘリコプターズ社が開発中の実験複合ヘリコプターである。本機は220ノット以上の速度での飛行を目指している。中機中前方から見た飛行中の様子。骨笛の牽引式プロペラが回転している様子が確認できる。X3 実証機は ユールコプター EC155 に、牽引式プロペラを備えた骨翼を取り付けたものを元にしている。牽引式プロペラは2機の主ターボシャフトエンジンで駆動され、このエンジンは同時に5枚ブレードのメインローターも駆動している。本機は、骨翼が揚力の一部を負担することで、メインローターの負荷を下げて回転数を抑え、これによって、全身側ブレードの効力低減と、 後退側ブプレードの失速防止を実現するという概念を実証するための高速ヘリコプター試験機である。飛行速度が増大するにつれて骨罰の発生する揚力も増大しメインローターの回転数は最小で15%にまで減少する。X3 は2010年9月6日にイストルルテュベ空軍基地にある装備装代表部の施設で初飛行を行い、 2011年5月12日に数分間時速 430km の速度で飛行を記録した。データフロムグフライトグロブル中、その他の要目はユーロコプター社から発表されていない。ありがとうございます。